皆さんこんにちは、ゆりかです。この間購入品のムービーを撮ったんですが、ふらっと入ったお店にこちらのメイクアップレボリューションのパレットが置いてあったので、すごく気になって買ってしまいました。今日はこちらのレビューをしていこうと思います。アナスタシアのハイライトパレットが欲しいなと思っていたんですけど、こちらのメイクアップレボリューションのハイライトパレットっていうのをこの間初めて知って、店頭で発見してすぐこれだと思いました。でこんな感じの黒いパレットになってます。見た目もすごくかっこいいです。こんな感じです。こんな感じのハイライトパレットになってます。こっちがホワイトゴールドみたいな感じの色で、ここが少しオレンジ味のあるゴールドで、こっちがピンクパープルのハイライトになってます。ちょっとメタリックな感じの色合いになると思うので、ちょっと腕につけてみようと思います。ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、ゴールドっぽい感じのハイライトですね。これ真ん中のオレンジっぽかったやつなんですけど、ちょっと思ったよりピンクがかってる感じで可愛い感じです。こちらが一番ピンクっぽかったやつなんですけど、やっぱちょっとつけると紫っぽい方が強い感じですね。全部ちょっとメタリックな感じのハイライトになってます。そしてこちらが3色入ってるメイクアップレボリューションウルトラブライトニングコントゥアキットウルトラフェア01です。ブロンザーとハイライトとチークが入ってるものになります。ハイライトとチークは結構パールが入ってるなっていう色なんですけど、こちらのブロンザーはマットな感じになってます。これも腕につけてみます。こんな感じのブラウンになってます。そんなに濃くない色なので、ナチュラルにブロンザーが入れられるかなと思います。こちらのハイライトはさっきのハイライトパレットよりはメタリック感のない感じの、肌なじみのいい感じのツヤが出ると思います。パールもちっちゃいような感じですね。チークはちょっとゴールドパールが入ってるような感じの色合いで、こちらもなんか肌なじみがいいような感じの色になります。それではまずこちらから顔につけていこうと思います。いかがでしょうか。結構自然な感じで、結構自然な感じのブロンザーを入れることができます。結構こういう風に薄く見えてもしっかり入るんだなっていう感じがしました。でこちらのチークはゴールドパールが入ったチークなんですけど、結構ゴールド感が強いなと思います。こちらのハイライトはやっぱり自然な感じで、すごいツヤ感が出ますね。チークだけでもすごいハイライト効果があるような感じかなと思います。めちゃくちゃ綺麗です。これはすごくコンパクトサイズなので、お出かけとかメイク直しとかの時にポーチに入れるのもすごいいいなと思います。結構ちっちゃい感じです。それではチークとハイライトをちょっと落としてからハイライトパレットをつけてみようと思います。はい、落としてきました。今はさっきのブロンザーとマットな違うチークを塗っています。ツヤがないものを塗っています。それではこちらのハイライトパレットのまずゴールドの、ホワイトゴールドのものからつけていこうと思います。
ここがホワイトゴールドと、ここが真ん中のオレンジっぽいピンクっぽいハイライトで、この鼻のところが右のピンクとパープルのハイライトになります。やっぱりツヤ感とかメタリック感が強い感じがしますね。すごく可愛いです。アナスタシアの6色入ってるハイライトパレットがあるんですけど、そちらをすごく欲しいなと思っていたら、お店でこのメイクアップレボリューションの同じような色味のハイライトパレットを見つけて、すぐ購入してみました。なかなか日本ではこういうのは売ってないと思うので珍しいなと思うんですけど、メイクアップレボリューションの他のパレットもいっぱいあって、コンシーラー、ここにコンシーラーが6個入ってるものとか、こうチークが入ってるものとかいっぱいあって、すごいいいなって思いました。今度このハイライトパレットを使っていろいろメイクをしていこうかなと思います。ハイライトを見てるだけですごい可愛いんですけども、このパレット自体がすごいかっこいいし可愛いので、すごいテンションが上がります。そしてこちらの箱もすごく可愛いので、すごくテンションが上がります。この3色入ってるパレットはちっちゃくって持ち運びに便利なので、旅行とかにすごくいいなと思います。旅行じゃなくてもメイク直し用にポーチに入れたりとかするのもすごいいいなと思いました。ブラシとかも歯ブラシ型のものとか出ているみたいなので、そちらもすごく気になっています。今日のレビューが参考になると嬉しいです。ぜひ店頭で見つけた際はチェックしてみてください。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。こちらのレビューが参考になったら、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。